はい、皆さんこんにちは。ブロー運転の元会長です。ああ、今日は危ない運転してるとおらんかな。ちょっと会長はちゃんと見とかなかったな、まあ、おい、あいつお前屋根の上にあんなの乗せていいんかい。あかんやろこれ、落ちたらどないすんねん。まあ関係ないけどさ、うふふ、おい、指示機出してもお前ここ進路援護したらあかんのちゃうんかい。この70万のこのバカだろお前、いい加減にしたかな。走れいつのドラッグいつまでもどこまでも、うぅ、組みだらけ、いいやこれ、まあ、在日がこんなところで掘るんやろな。これゴミ捨て場なっとる。渋滞はしてるし、ほんま。渋滞してるしよ。ほんま、会長やから、あれつけとってへんやん。サイレンとか。はい、前の車、避けなさい。出るわけないと。昔若い時な、あのサイレンとかあの拡声器とかつけて遊んどったんやけどな、めっちゃおもろかった。赤色灯回しながらお前サイレン鳴らしたら余計おるからな。トラックにもつけようかな。まだあるいわ。やっぱこれ高齢化が進んでる証拠やな、こんだけ車が多いってことは。だってお前運転してるやつ見てみ、大概老人やから。大概老人でおっさんや、おっさんばっかり。おいおい、すり抜けあかんて。あんなんするから死ぬねん、死にたいんだ。天国に行きたいんか。うーん、しーしーれいすずのトラック、疲れるわ、ほんま。ほんま、こいつらどこ行くの行ったよ、ほんま。家で寝とったよ、ほんま。わしの仕事じゃすんなよ、ほら。仕事はイライラしとんねん、ほんま。わしは。渋滞。勘弁してくださいよ。じゃあ今日はこれで終わります。さよなら。グッバイ。